着型シンガーソングライターの方が出ます。皆さんこんにちは。こんにちは。皆さん暑いですか？大丈夫ですか？涼しくね、はい、暑く涼しくやっていきたいと思います。三河原、はい、じゃあグローバー曲目いきたいと思います。マイペースっていう曲を聴いてください。Thank you.
クローバーのギター&コーラス、大地大地です。よろしくお願いします。はい、そして私後から、一曲だけギターも弾きます、ボーカルとギターのセイラです。お願いします。今日はね、暑い中こう座ってね、聞いてもらって、ちゃんと影に入ってますか？大丈夫ですか？暑くなったらね、ちょっと涼みに行ってくださいね。本当、西武東戸塚店のこのエントランスでやらせてもらうの、私たち実は2回目。そうですね、2回目ですね。でですね、その時はなんかちょっと寒かった感じなんですけど、はい。ね、今日はちょっと、はい、暑めなので、皆さん水分をよく取ってですね、聞いてもらえたらと思います。えい、もうなんか、お酒が見えるよ。もう打ち上がってるんですか？いいですね、はい、ね、気楽に聞いていてください。それじゃあ次はですね、もう一個バラードを、はい、したいなと思いまして、手紙っていう曲なんですけど、手紙はね、最近 SNS だとかLINE だとかでメッセージね、終わらせちゃうことって多いんですけど、まあね、改めてなんか手紙にして大切な人に、ね、書くっていうのはすごい、書いてる方もね、もらう方もすごい嬉しいことだと思います。なんかこの手紙っていう曲を聴いて、ちょっとでも手紙を書いてみようかなって思ってくれたら嬉しいです。それでは聴いてください。手紙。
Thank you.
CD も出ております、はい、その他ね、気に入った、曲とかあったらですね、ちょっと見てみてください。あ、ちょっと汗拭くのにね、便利なタオルとかもね、置いておりますので、はい、黄色いタオルが置いてます。あとですね、そうそう、8月の9日の、水曜日ですね、はい、水曜日に、戸塚のはしご酒、戸塚のはしご酒、ご存知の方ありますか？戸塚のはしご酒のね、私たちクローバーの出演が決まっておりましてですね、はい、2カ所ありまして、はい、プレストリアン劇、あれは東口ですかね、東口ですか、西口です、すいません、西口のプレストリアン劇のところで、ね、するのと、横浜新
新宿のですね新宿のですねの前の、ステージで練習させていただきます。またモネさん、モネさんですね。お昼ですか、夜夜ですか、はい、夜に練習が決まっておりまして、ここの日は結構盛りだくさんでお届けできると思いますので、ぜひお会いした方はご予約もらったら嬉しいです。よろしくお願いします。楽しいリフトで終わりたいなと思います。皆さん、お気楽な尺でお願いします。こんな感じで、いいですか？いや、もういい感じで響いてます。素晴らしい。皆さん、後ろでやらないですよ。いい感じ。お尻も食べてる。よし、そろそろ行きますか。じゃあ最後聞いてください。そして僕らは Good.
改めまして、こんにちは、クローバーです。クローバーです。私たちね、神奈川で活動しておりますクローバーと言います。今日はですね、2ステージでお送りするということで、今から最後にね、ステージ、2ステージ目ですね。2ステージの最初に、はい、飾らせていただきたいと思います。それでは1曲目聴いてください。雨のカフェテリア。
最初からいらっしゃる方もおりますが、ね、大丈夫ですか、暑さに負けてないですか、大丈夫ですか、はい、ね、もう、はい、通りすがりの方もありがとうございます、ね、もう私たち実は今ですね、最初に一部の方でステージの方、ワンステージの方ではね、言ってなかったんですけど、47都道府県ツアーを今、そうですね、はい、私たちやっておりましてですね、今その47都道府県中38箇所を回ってきましてですね、はい、ありがとうございます。九州からね、ね、先日帰ってきたばっかりでですね、そうですね、九州はね、暑いですねすごいです。九州行ったことある人いますか？あ、多いすごい多いですね。いやいや、九州いいとこでしたよ、本当にね。そう、私たちもね、ほぼ初めてだった、ほぼ初めてだね、もう行ったんですけど、まあね、結構移動でね、なかなかこう、まあ、見れるところをね、行って、そうなんです、車で移動しているので、そう、なかなかね、うん、車でね、運転手なんですよ、はい、はい、行っててですね、まあでも、そのいろんな人に出会ってですね、まあ、その刺激をいっぱい受けている途中でございます。そんな中ですね、ツアーの間にでも、まあ、ツアーじゃないライブ、こういうね、フリーライブに参加したりだとかしてね、こうクローバーのことをちょっと知ってもらえる機会を増やしていければとね、思っておりますのでね、また戸塚で見ることも多いかと思いますのでね、ぜひこの顔、まあ、この黄色でもいいですが、覚えておいてください。それでは、次の曲はですね、ちょっと乙女チックな、ちょっと青春な曲をですね、やりたいなと思います、あなたとずっとっていう曲をですね、ちょっとこっぱずかしいですがね、聴いてください。楽しいことも
忘れてたんですけどね、はい、今日は太中さんで、仙台から来てるってことなんですけど、私たちまだ仙台は行ってなくてですね、あれ今日って仙台の方いるんでしたっけ、いるんでしたっけ、あれなんか首振ってる人がいるけど怪しいな。これからね、8月にね、東北の方に行くんですけども、はい、東北の方行く人、あ、いますね、いらっしゃいますね、はい、ぜひですね、後からでも構いませんのでね、ツアーの予定を教えますので、来れるとこあったら来てもらったら嬉しいですね。ね、やっぱ行ったことないところもね、そうですね、たくさんありまして、東北、福島より上行ったことなくて未知なんです、未知の領域なんですよ、私たちにとって。だからね、いろいろ教えてもらいたいなと思いますお願いします。それじゃあ、ちょっとギターをね、そうですね、またそれじゃあ次はですね、先ほど、一度の時にもですね、やらせていただいたんですが、やっぱり今でもやっときたいということで、戸塚のね、私たちの、戸塚の歌をですね、ここでやりたいと思います、ちょっと季節外れではありますが、桜道という曲をですね、皆さんの春を思い浮かべて、戸塚の方は戸塚のね、柏川沿いの桜を思い浮かべながら聴いてもらえたらなと思います。それでは聴いてください、桜道。桜が散る頃溢れ出す想い、君が残したたくさんの優しさ、この心に刻まれてる暖かい光が差し込む。君が残したたくさん
つ賑やかな商店街と路地裏を抜けて通る君との秘密基地まで寂しくなったけど新しい風が吹くこの街が語る未来桜が咲き誇る季節を感じて思い出す嬉しいです。あとですね、8月の9日水曜日に戸塚はしご崎にも私たち出演しますので、ぜひ、ね、ちょっと黄色っぽいのを見かけたらですねおる、なんかクローバーって言うやつらおるみたいなね、食べてみてもらえば、嬉しいです。よろしくお願いします。はい、それでは最後はですね、楽しい曲で終わりたいなと思いまして、散歩道って曲なんですけども、サビの部分でね、皆さんガラガラを言わせようと私は企んでおります。
ね、はい、あえてね練習はいたしません、はい、私についてきてもらえるのはでもらえれば大丈夫だと思います。それじゃあ行ってみたいと思います。最後散歩道